どうも皆さんこんにちは。最近寒いですよねー。おいら寒いのすごい苦手なんですよ。だったらズボン履けって話ですけどね。ゲロ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 。頭に何かぶってるかって。これは先日メガロドンをコッパみじんにした際にもらったんですよ。スーパーゲロキチビーム。どうです、サメに食われているみたいでしょ。何一人でブツブツ喋ってんだ。ああ、その帽子いいな。常にサメに食べられてる気持ちを味わうことができるね。そんな気分味わいたくねえわ。ということで今回もアメージングフロッグやっていくよ。この帽子の良さをみんなに伝えて広めたい。あ、おまわりさん、どうですこの帽子、いいでしょう。あ、サマ銃を持っているな、よこしなさい。なんでよー。十分かでお前は十分か。ああ、十分だ。誰だよ。おいらさ、この前ネットサーフィンしてたらさ、とっても気になる情報を見つけちゃったんだよ。気になる情報、どんな内容なの？それがさ、この世には喋る珍しい豚がいるんだって。お前が今引いたやつが喋る豚だろうが。ブーちゃんのことだったの。なんだ1ミリも珍しくないじゃん。もっと他にちゃんとした都市伝説ないの？全然大したことないやつなら。誰ださっきからぶつかってくるやつは。あ、生ハムようやく気がついた。お前かキョンキチ。都市伝説の話に戻るけど、なんかをするとここの世界の住人みんなが、狂ったように襲いかかってくるんだって。豚の話よりも圧倒的に面白そうじゃねえかよ。みんなが襲いかかってくるか。一体どんなことをすればそんなことになるのかな。俺が目の前で。ですれば襲いかかってくるだろうな。やるなよ。でも何をやれば人々が老変するとか詳しくは書かれてなかったから、本当かどうかかなり怪しいよ。でもなんか気になる噂だな。で、今日はどこに行くんだ。あ、失礼。今日は養豚場に行って、ブーちゃんを引き渡そうかな。とんでもねえ。冗談冗談。ほら、見ての通りおいらサメの頭じゃない。だからサメと仲良くなれるかなと思って。見に行けってか。そうそう、ブーちゃんよろしく。本当にこんな帽子だけで仲良くなれるのかしら。ほらよ、見に着いたぜ。さすがはブーちゃん仕事が早いね。ぷっぷっぷ、できる豚だからな。笑い方どうにかしろ。サメさーん、オイラもサメだから仲良くしてよ。手と背中に背負ってるボウガンはなんだ。大丈夫、これはただの模型さ。これで本当にサメが来て襲われなかったらすごいわよ。あのメガロドンを倒したカエルとして認めてくれるかもね。嬉しいなー、ありがとう。まだ認められてないんだぜ。さあサメさんカモン。オイラと友好関係を築いて共に明るい未来へ進もう。あ、サメがやってきたよ。お、チーッス、お疲れっす。オイラ先日メガロドンをメガロ。してやったんですよ。どうです、すごいでしょ。何、メガロの兄貴を。こんなチンケなカエルが。ゆるさん、兄貴の仇だ。仲良くなれるどころかめちゃくちゃ恨まれてる。ギャー、ともぐいよー。急いで緊急脱出しないと。全く脱出できてねえじゃねえか。サメに噛まれるサメ頭のカエル。サメとは分かり合えないのか。それでもゲロ吉は諦めずにサメに突撃します。おい、これからはオイラがお前らのボスだ。むちゃくちゃ言ってるぞ。だってメガロドンを倒したんだから必然的にそうでしょうが。何を言ってんだこのカエル。みんなそう思ってるぜ。ほら仲良し仲良し。とっても微笑ましい光景だね。どこが。今度こそ脱出してやる。成功よ、リスポーン地点に戻ったわ。まったく人騒がせな野郎だぜ。結局サメの帽子をかぶってもサメと仲良くなれなかったわね。残念だけど、これは仕方ないよね。お、おい周りのカエルがゲロ吉と同じ帽子をかぶってるんだぜ。しかもなんかこの人たちオイラを追いかけてない。待てー、メガロドン様の恨みー。なんでカエルの君たちがそんなことを。これってもしかしてさっき言ってた。なんかをするとここの世界の住人みんなが、狂ったように襲いかかってくるんだって。ここの世界の住人みんなが襲いかかってくる。ちょっと今まさにその状態じゃないの。みんながサメの帽子をかぶって襲いかかってくるよ。メガロドンを倒したのが直接の原因じゃなくて、サメに食われそうになって脱出したのが原因だな。ちょっとみんな一体どうしちゃったのさ。こんなに大勢のカエルに初めて追いかけられたよ。もう走れない。追いつかれてちょっと触られただけで即死よ。今までいろいろな敵と戦ってきたけど、きっとこのシャークヘッドたちが一番強いね。ゾンビでもここまで強くねえよ。こいつらは強化型ゾンビみたいなものね。ねえねえ、さっきはリスポーン地点をここにしてたけどさ、もし町にしてたら、町のカエルがみんなこうなるのかな。お前なんて恐ろしいこと考えるんだ。てなわけで実験開始よ。実験、町にリスポーンしたら、町のカエルは凶暴化するのか。というわけで町に戻ってきました。
リスポーン地点がこの町になったので、サメに襲われたらすぐにここへ戻ろうと思います。おいゲロ吉、なんで車のドアなんか持ってんだよ。こいつが車のドア大好きガエルだからよ。頭にぶっ刺さってんじゃねえか。なんで車のドアを持つかというと、ゴムゴムのゲロ吉、もあるんだけど、この高さを見てよ。今までで一番高く飛んだぜ。ブーちゃんなんかよりも車のドアの方がはるかに高く飛ぶんだよ。ってことであの豚は首ね。おいおい、冗談きついぜ。町があんなに小さくなっちゃったよ。皆さんも高く飛んでみたいなぁと思った際には、車のドアを持って飛んでみてください。このように雲を突き抜けることも簡単にできます。こんなことできるのお前くらいだわ。さあ、あっという間にゲロ吉のスーパージャンプで海に着きました。一応突撃に備えて武器を出現させておくよ。はっはっはっは、この世界をサメ王国にしてやる。こんな帽子かぶっていうのもなんだけど、そんなことさせないぞ。さあバグっとく割れてくれ。よっしゃー、リスポーン地点の町に戻るわよ。町のカエルたちはどうなってる？ああ、やっぱりサメの帽子かぶってるよ。この町がサメの町になっちまったんだぜ。そうだ、ブーちゃんは正気かな。あいつまでサメの帽子かぶってたらベーコンにしてやるわ。あ、ブーちゃんはいつも通りで何の影響も受けてないんだぜ。つまりこの世界で正気なのはオイラと。ゲロ、メガロドン、ユウさん。ブーちゃんまさか君まで。ゲロ、サメの敵。そんな、信じてたのに。あんまりだぁ。豚骨ラーメン一丁。おばさーん、いつものコーヒーちょうだい。おい、おばちゃんも様子がおかしいぞ。ゲロ吉発見、お前に出すコーヒーはない。ちょっとおばさんまでなんてひどいこと言うのさ。一体この現象は何だっていうの？どうしてこんなに襲いかかってこようとするんだろうね。それはこいつがタダでコーヒーを飲もうとしてくるからよ。オーバーさん、お願いします。オーバーさん、飲ませてください。コーヒー、飲ませてください。無料で、飲ませてください。食われて当然だ。お金払いますよー。は、俺は今まで一体何を？ブーちゃんが正気に戻ったんだわ。ブーちゃん大変だ。みんながおかしくなった。お前みたいにか。また豚骨にするぞ。とにかく緊急事態なんだよ。正気なのは二人だけ。そうなっちまった奴らは仕方ねえ。一掃する分。その後尾つけなかったらかっこよかったのにな。いけー、ブーちゃん走るんだ。おらおらサメども遅いぞ。俺は無敵のブーだ。めちゃくちゃ綺麗に追いかけられてんじゃねえか。じゃあ、ブーちゃんがこけた。やばい、このままじゃ一瞬で骨にされちゃうよ。おいおい、俺を誰だと思ってんだ。ブーちゃんに乗ってると死なない。ブーちゃん半端ねえ。それならサメにだって襲われても死なないでしょ。今日も最後まで見てくれてありがとな。みんな、用意はいいか？それじゃあ今日も闇闇じゃんけん張り切っていくぜ。最初は、グー、じゃんけん、ポン、あっち向いてー。ほい。あの豚優秀なんだかそうじゃないんだか。それじゃあまた明日も勝負しような。